先日ステーブルディフュージョンウェブ UI フォージという新しいプロジェクトが、コントロールネットやフォーカスなど、すでに画像生成界隈で有名なプロダクトを開発されている作者の方から発表されました。これは一体何なの？気になる。今回はこの新しく発表されたステーブルディフュージョンウェブ UI フォージとは一体何なのかというところのみに観点を当てた速報動画となります。速報動画なので、まずは概要などを中心に説明する形となるかな。そうですね。こちらのソフトウェアを使う使わないに限らず、大きなニュースにはなると思うので、ぜひ最後までチェックしてみてください。このステーブルディフュージョンウェブ UI フォージですが、名前の通りステーブルディフュージョンウェブ UI に関係するソフトウェアとなっており、ざっくりと説明してしまうと、ステーブルディフュージョンウェブ UI よりも高速に動作して、内部機能もより進化しているステーブルディフュージョンウェブ UI となります。ステーブルディフュージョンウェブ UI の上位互換という感じ。そう言っても良いかもしれません。現状はオリジナル版では動かないステーブルビデオディフュージョンもこちらでは動かすことができます。それはすごい。ちなみにこのフォージという名前はマインクラフトフォージからインスパイアされているようです。マインクラフトフォージって、マインクラフトに他のモッドを追加するために必要なシステムのことだよね。そしてこのステーブルディフュージョンウェブ UI フォージの一番わかりやすい魅力ですが、速度が速いことです。より細かく説明すると、そこまでスペックの高くない GPU ほど推論速度が向上します。お、それは夢のある内容だね。 8GB の VRAM で推論速度を 30%、45% 向上。 6GB の VRAM では 60%、75% の推論速度向上が達成されると公式のドキュメントには記載されています。逆に RTX4090 のようなハイスペックな GPU だとどうなの？ 24GB の VRAM を持つ RTX4090 のような GPU の場合は 3%、 6% の速度向上が見込めると書かれていますね。スペックが低いほど進化を発揮するんだね。これは待ち望んでいた方も多いのでは？他には Unet パッチャーというものが搭載されていて、これを用いるとセルフ、アテンションガイダンスや高野ハイレゾフィックス、フリーユーなど、生成時に利用できる処理を少ないコード量で書くことができるようになっているようです。これは開発者向けのメリットということになるかな？そうなりますね。しかし長い目で見ると、これにより今後新しい技術が生まれた際の対応速度も速くなるかもしれません。なるほど。新技術への対応が遅れがちだったステーブルディフュージョンウェブ UI にとって、これはそれなりにインパクトがあるかもしれないね。はい、実際この Unet パッチャーのおかげで、ステーブルビデオディフュージョンをはじめ、今までステーブルディフュージョンウェブ UI で実現できていなかった機能が実現可能となっています。ステーブルビデオディフュージョンも UNET パッチャーのおかげで実現できているんだね。他にも新しいサンプラーがいくつか追加されていたりしています。ここについても気になりますね。ここで宣伝です。今年コンフィ UI に入門したいと考えている人に向けて、最近ノートにコンフィ UI 入門という記事を書きました。初めてコンフィ UI を利用する人、そしてステーブルディフュージョンウェブ UI を利用していて、コンフィ UI にもチャレンジしたい人を対象としています。これを読めば最初のインストールから AI 動画生成まで一気に学べるようになっているので、ぜひチェックしてみてもらえたらと思います。それでは引き続き動画をお楽しみください。ちなみにフォージの画面 UI は基本的にオリジナル版のステーブルディフュージョンウェブ UI を参考にしていくため、独自の画面 UI を加えるつもりはないとドキュメントに明言されています。ということは新しく使い方を覚える必要はないということ？そうみたいです。まずは気軽にステーブルディフュージョンウェブ UI と同じノリで利用してみるのが良いのではないでしょうか。ちなみにコンフィ UI やフォーカスでは、ステーブルディフュージョンウェブ UI に格納されているモデルを利用する方法があったと思うんだけど、その仕組みはないの？動画制作時点ではその仕組みは見つけられていません。しかし誰もが欲しい仕組みではあると思うので、
追加されるのも時間の問題ではあるかと思います。その仕組みが入ってステーブルディフュージョン Web UI に格納されているモデルなどを参照できるようになれば、一気に試してみる人も増えそうだよね。ステーブルディフュージョン Web UI Forge ではバックエンド側のリソース管理を一新したようで、ステーブルディフュージョン Web UI で利用可能だったロー VRAM などのオプションは不要になっています。これはオプションとしては指定できるけど、指定しても適用されないという状態になっているんだね。ちなみにコマンドラインオプションを用いなくても Forge では SDXL を 4GB の VRAM で、SD1.5 では 2GB の VRAM で動作させることが可能となっているようです。それはすごい。また Forge 側で用意している有効なフラグとしては Always、Offload、From、VRAM というのがあり、これは Forge がより少ない VRAM で処理を行うためのオプションとなるようです。あとこれはこの後話しますが、コラボ実行時には XFormers などのオプションがないと動かなかったのでつけています。全てのオプションが不要というわけではなく、 VRAM 関連のオプションなど不要になったものがいくつかあるということなのかな。多分そういうことだと思います。インストール方法についてはどうなの？基本的にステーブルディフュージョン Web UI と同様です。またフォーカス同様にあらかじめパッケージングされたバージョンをインストールすることもできるようなので、あまりコマンドプロンプトなどに詳しくない方はパッケージング版をダウンロードして使うのも一つかもしれません。パッケージの中にはアップデート .bat と run.bat というのがあって、基本的にはまずはアップデート .bat を実行してから run.bat を実行するように書かれているね。そうですね。基本的にアップデート .bat を実行することで最新にアップデートしてくれるようです。まだ発表されて間もないプロジェクトなのでうまく動かないところもあるかと思うので、基本的に最新のものを使うようにした方が良いでしょう。 Google コラボの場合はどうすれば良いの？動画制作時点ではコラボ用のノートブックは公開されていませんが、こちらで作成しましたノートブックを利用することで試すことができます。基本的にステーブルディフュージョン Web UI とプロジェクトの構成はそこまで変わらないので、ステーブルディフュージョン Web UI のノートブックを改良して作成しています。このノートブックにはステーブルビデオディフュージョンも用意されているんだね。はい、こちらのチェックをつけて起動すればモデルをダウンロードして起動してくれます。使い方を簡単にお伝えしておくと、この SVD タブに移動して動かしたい画像をアップロードしてジェネレートボタンを押せば動かせますよ。おお、これはステーブルディフュージョン Web UI ユーザーの大半が待ち望んでいた機能だ。拡張機能などについてはオリジナル版のステーブルディフュージョン Web UI と同じフォルダに格納することで利用できるようになっています。試しに先ほど紹介したコラボノートブック経由でアフターディテイラーをインストールして利用してみましたが、問題なく動いています。またコントロールネットやフリーユーなどいくつかの拡張機能については組み込み済みとなっているので、拡張機能を入れなくても最初から利用できるようです。ではますますステーブルディフュージョン Web UI のオリジナル版にインストールしているモデルや拡張機能を参照する仕組みが待ち望まれるね。はい、すでに導入していた拡張機能をこちらでもすぐに使えるようになれば即戦力になってくれるかもしれません。というわけで、ステーブルディフュージョン Web UI Forge の概要や基本にまずは内容を絞って皆さんにお伝えしました。今後速度周りの比較や細かい使い方などはどんどん情報が出てくると思うので、そちらも要チェックだね。こちらのチャンネルでは画像生成、動画生成 AI に関する内容、また AI を利用して実際にキャラクターを実写化する試みなどを行っています。皆さんに楽しい動画を日々お届けしようと考えているので、よろしければチャンネル登録していただけますと励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。